いつもご視聴、本当に、ありがとうございます。うさぎチャンネル池田です。今回はですね、日本のロックバンドについて、ちょっと喋ってみたいと思います。テレビで、よく、拝見しますと、ドラム、ベース、ギター、まあ、楽器を持ってですね、でボーカルがいたり、まあ、ギターボーカルだったりで、まあ、歌が入っていると、まあ、その人たちのことを、全てひっくるめて、ロックバンドと、呼ばれています。で、まあ、私が、まあ、ちょっとクエスチョンに思うのがですね、それは本当にロックバンドというものなのか、っていうことなんです。で、まあ、これも前回の、まあ、動画で、少し喋ってるんですけども、これも個々の定義の違いで、ロックバンドっていうものの内容が、まあ、異なって来ると思うんですね。で、今回私が言ってるのは、テレビに出てくる、バンド形態の、ものが全て、ロックバンドではないだろうって言ってるのではなく、中には、もちろん多くの方が、認める、ロックバンド、が、もちろん存在します。まあこれも、私の、持論なんですけども、あまりにも、ちょっと呼び方と内容が、違いすぎるんで、新しい呼び方を、考えたら、どうでしょうかね。まあ、例えば、ロックバンドとか、まあ、言われる前に、でもこれもだいぶ前の、お話になりますけど、まあ、例えばグループサウンズっていう呼ばれる、時代がありましたよね。なんかそういう方のがとても馴染みがいいんじゃないかなと、私は、思います。その他にはですね、まあ、例えば、J-POP バンド、まあ、頭文字取ってって、JPP とか、なんか、そういう、呼び方のが要はやってる内容と、しっくりいくんじゃないかなと、思ったりします。こんな、なんか呼び方がいいんじゃねえかみたいなのがありましたら、ぜひコメント欄の方に、お願いします。それでは今日はこれで以上です。